はい、朝ドラ大好き、まこきたさんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回の動画は第103話で初登場となった皆川さるときさんが演じていらっしゃる岩崎弥之助に関するものです。末子が三重の料亭三里で仲居として働くことになり、末子は得意客の岩崎弥之助と出会うことになります。さて、岩崎弥之助の史実のモデルとなった人物は誰なのか、牧野富太郎との関わりはどのようなものであったのかについて紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ドラマの中での岩崎弥之助の描き方は次のようなものでしたね。末子の叔母三重の経営する料亭三里の得意客、土佐出身の実業家で岩崎弥太郎の弟、兄弥太郎が他界し現在は弥之助が財閥を継承していること、大隈重信とも懇意にしている様子で明治政府にも通じている人物、末子に吉也の娘かと話しかけ母松の芸者時代の評判を知っている人物として描かれていましたね。ところで岩崎弥之助の史実のモデルとなった人物は誰なのでしょうか。岩崎弥之助の史実のモデルとなった人物は、結論から先に申し上げますと岩崎弥之助であるということですね。ですから実名で描写されているということです。岩崎弥之助は明治の実業家、三菱創業者岩崎弥太郎の弟で、兄亡き後は三菱財閥の2代目総帥に就任、鉱山、地所、造船など多角経営で成功した人物のようです。はい、それでは岩崎弥之助の出自がどのようなものであったのか振り返っていきたいと思います。1851年、岩崎弥次郎と妻美和の三男として土佐国安芸郡井の口村、現在の高知県安芸市に生まれられたようです。父弥次郎は江戸時代末期の土佐藩の下級武士で、その後没落して地下浪人という身分になるということで、家柄はそれほど良くなかったということですね。その後1867年、弥之助満16歳の時に土佐藩校の児童館に入学、1869年には大阪に出て重野安次の私塾清達書院に入門、英語を学ばれたようです。1872年には渡米し、ニューヨーク近郊の大学に入学します。しかし翌年1873年、父弥次郎が急逝し、兄弥太郎の懇願もあって1年で留学を中断して日本に帰国します。そして兄弥太郎が創設した三菱商会に入社されます。はい、それでは岩崎弥之助の業績はどのようなものだったんでしょうか。簡単に触れたいと思います。1885年に兄弥太郎が急逝してからは2代目総帥として三菱財閥の多角化に尽力された方です。三菱商会に共同運輸会社を合併して日本郵船を誕生させ、海運部門を切り離します。鉱山開発や造船、地所、金融、倉庫などの事業を起こされます。確かに現在も三菱造船や三菱地所は存在しますよね。1890年、政府から丸の内の土地購入の打診があり、120万で購入、後の三菱の三大買い物の一つに挙げられるようです。1893年に三菱合資会社を設立、総帥の座を甥の久屋に譲るようですね。その他日銀総裁や貴族院議員なども務められたようです。1908年に逝去、享年57歳だったようですね。はい、それでは最後に岩崎弥之助と牧野富太郎にどのような関係があったのか紹介して終わりたいと思います。
どうやら二人には共通する知人が存在したようですね。その知人とは田中光明です。田中光明は1843年土佐藩の家老、深尾家家臣の長男として土佐国高岡郡佐川村に生まれたということで、牧野富太郎と同郷だったようですね。新政府では岩倉使節団で理事官、西南戦争では陸軍少将、また元老院議官や初代内閣書記官長などの要職を歴任した人物で、当時の著名な政治家だったようですね。牧野富太郎とは同郷の仲ということで、田中光明と牧野富太郎にはおそらく面識があったものと思われます。そんな田中光明から同郷の牧野富太郎が研究費に困っていると打診された岩崎彌之助が牧野富太郎に資金援助した、このような関係だったようですね。田中光明は牧野富太郎と岩崎彌之助のパイプ役になったということですね。はい、ということで今回は岩崎彌之助の史実のモデルについて紹介してきました。ドラマでは皆川猿時さんが演じていらっしゃる美里の得意客、岩崎彌之助の史実のモデルは同姓同名の実業家岩崎彌之助であること、彌之助は岩崎彌次郎の三男として土佐国秋郡に生まれ、兄彌太郎はその後三菱大閥の創業者となる人物です。彌之助は土佐の藩校地道館私塾生達書院を経てアメリカへ留学するも父が急逝し帰国します。その後兄彌太郎が創設した三菱商会に入社、兄の逝去後は二代目総帥に就任し、鉱山開発、造船、地所金融と三菱財閥の多角経営に成功した人物であること、牧野富太郎と同郷で当時明治政府で要職を歴任していた田中光明を介して彌之助は牧野富太郎に資金援助をしていたことについて紹介してきました。はい、岩崎彌之助以外にも牧野富太郎に資金援助した人物が2、3名いたようですので、そのことについても今後紹介できればと思っています。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。